こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ブルーアーカイブ始めていきましょう。ブルーアーカイブ、待ってたよ先生。何でも言って、すぐに取り掛かるから。計算通り。お、誕生日なんですね。ということで、今回はメインストーリーやっていこうと思います。エデン条約編の2章、不可能な証明ですね。行ってみましょう。いよいよ物語は核心部へ。陰謀と疑惑、そして裏切りが交錯する暗闇の中、補習事業部の生徒たちは無事この危機を乗り越えることができるのでしょうか、ということで。お、ミカ。ゴリラだからな。そうだね、多いよな、トリニティ。新日並みに、新日本プロレス並み大きい。九号騎士団、シフト、シスターフット。公会議、トリニティの公会議。でもさ、それでまずトリニティが生まれた。なんか冷戦的な感じするんだよな。アリウス？アリウスス。これか。アリウスは分派なんだ。連合。確かに。なるほど、ゲリラ戦みたいなことをやってるんだ、アリウスは。分校か。あ、そうなんだ、あずさって。エデン条約はゲヘナ？NATO みたいな感じ？強力すぎるよな。もう一つってなんだ、ミレニアム学園か。ミレニアムを積むんだろうな、まずは。セイナちゃん、せいや、なんかあったんだ、なんか。あ、そうなんだ。CV もない。そうなんだ。裏切るとは。ヤンデレ。さっき入院中って言ったやん。
何ヘイローって結構私ほれ、いや過去のストーリーの記憶を見てくださいよ。星野がタイム統計出した時、あの時にもし敵対することになったら私の兵糧を壊してって言ったじゃないですか。まさに命に等しい兵糧を壊されてしまったんだ。どうなるんだ、せいやちゃん。正直植物人間に近いんじゃないのこれ、せいやって。大丈夫なのか、せいやは。あずさ、そうなんだ、あずさはミカが転校させたんだ。本当かな、アリウスか。ほとんど学がないんだ、あずさって。ミカも考えてんだな。リウスと別れが不可能になっちゃうんだ。ミレニアムが引き取ったりして、へえ。うん。そうなんだ。花子は。お？シスターフッ。元シスターフットだったんだ。空追い出されるよな、この服装は。多分精神が弱い。どこ？トリテの上層部？ああ、彼女は死にすぎたんだ。お、小春だ。正義実現委員会？スミって最初に最初に行ったチュートリアルの時にいた人ですね。でかい人、180はあるんじゃないかっていう人ですね。瀬戸ちゃん、人質？え、なに？暴力沙汰、剣が。真っ白って誰だ？モブ。怖い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 、ハスミ。宣伝。
正義実現委員会だもんな。ゲヘナに対する恨みが大きいよな。ペレオロ好き。本当？そりゃ行くよな。そう、ブラックマーケットに。そりゃまあ、あれだもんな。ファウスト様だからな。まあそれだけのことをしてる印象はあるよね。ひふみは梓がつまりメインなのかな。裏切り？あーそうかも。怪しいと思ってたんだ。そうだから分かんないんだよな、まだこの今の時点では。自分は渚が怪しいと思ってるけど、ミカはヤンデレだし、アズサだってアズサな、悪くないような気がするんだけどな。ひふみはまあ悪いやつだけど、うん、あれ以上のことはないと思うな。ブラックマーケットにいるような、小春はどうなんだろうな。無理だと思うけどな、一人であれだけのことをしでかすことは。ミカももしかしたら渚から狙われる感じもあるからな。結構あの確信に迫ってる感じあるよな。行きましょう。合格。小原が49なんで花子がな、足引っ張ってんな。花子が怪しいよな、そういう意味で。いや花子ってシスターフットだっけ。から追い出されたんだっけ。ダブルスパイかもしれん、シスターフットの。妙すぎるだろう、第一。あずさ頑張ってるよな。ほとんど額がアリウスで額がないにもかかわらず。誰だろう。you
怖い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 。かわいそう。逃げても無駄だ。って誰だっけ？マリーだった。かわいい。はい、マリー。清掃。で、あずさを訪ねて、マリーが。へぇと、本当かな。確かに。武闘派やアリウス。うん。噂は真実かも。怒ってる。ん？どういうこと？私はですが。ん、ちょっと妙だな。まあ、だんだん疑いが確信に変わろうとしてる感じはある。花子は男だからな。ああ、そうか。男とは限らないか。お、なんだろう。花子の顔か。パジャマ、いやいや水着なんだか。
あずさ？今度はひふみか。え？何？深夜の密会。行きましょう。なんだろう。え、そうなの？はい、なんか警戒してるんじゃないの？あずさ。誰を警戒してるんだろうな、あずさ。確かに。でも。ミレニアムに行く？確かに。ん？それってミカのから聞いた話？違う。どういうことだ？ワートなんだ。本当かな。なんか花子メンタル的に弱そうだから、それで点数が出せてないのかもしれないって思ってる。エデン条約の邪魔をした、締結を邪魔したくないってことかな。おー、鋭いな、花子。ミカの言ってることと一致してる。あー、うまいな、洗濯物って。
そうね、正義実現委員会だもんな。なんでだろうな。まあブラックマーケット入りまくってたからなんだろうな。行きましょう。なんかあずさがちょっと心配だ。さあ次行きましょう。水着パーティー。あずさどうした？寝てるんか。あ、起きた。可愛いもの。雷だ。怖い。あ、そうなん、そうか。歯がすごい綺麗だ。羽がすごい綺麗だ。1時間後どうしたの？なんでやねん。40分ほど前。そうですね。そうやな。うん。追いつくかな。脱ぐ。あっと、また電気が消えた。え、蓋が開かない？なん、どうして？オートロック？なるほど。
確かに。そういうことか。じゃない。わいせつではないな。おお。水族館か。え、潰れた？信じられないよな。本当だ。まあ犯罪なんだけど、キボトスだからな。確かに。まあやっぱりな。あ、でドカーン行ったのか。マリが来た時に。そんな。
お、明らかの大騒ぎ。行きましょう。第5話か。なんでだろうな。別に。お、あか。さっきのシーンやん。ゲヘナイ対ゲヘナイ対してよ、きつい。え？宣言か。お、まこと。確かに。めっちゃ失礼。そりゃそうだよな。あ、ハスミだ。嘘だ。
スイーツには勝てなかった。何？ゲヘラだ。トイティの施設？温泉開発部とかかな。4名？アクアリウム襲撃？なんで？マジかよ。あ、こいつ美食だ。ハルナな。この間イベントも出たハルナ。純子だ、かわいい。そしてあかり、やばいなこいつら。やばいな、正義実現委員会。本当は絶対。さあ、狙えてる美食が。踏んじゃった？やりましょう。兵路を壊されたとか不気味な話もあるしな。作戦？
まあ、勝てると思うか、オートでいきます。終わりが近い。あとは、はるなとあかりだけ。ファイタスバニターナ。危なかった？確かに固まったらこういうとき危険だからな。トリニティの範囲内か。誰？倒された。あー怖いな。鬼だ。これ強いよな。剣は行きましょう。風化がかわいそう。それがいい。確かに賢い。シャーレット本当にここで大事なんだなっていうのは分かるよな。セナじゃん。急に下言うな。新鮮。ピチピチ。きた、ひな。
ピンクかわいい。だから救急医学部は来たのか。また死者言うし。政治高度な政治的な判断だな。かわいそう。え？また？ん？誰か一人残ってたよな。確かに。うん、聞きたい。もう一方。変な場所見たいな。なんか目が、本当ヘロでかいな。そうなんだ。確かに。参道？そうなんだ。ね。そうは行くかな。そう簡単には行くかな。もちろん。よかったな。そうだな。
第8話へ。頑張ってる、小春。お、あ、ご合格。お、やった。小原がギリギリだけど合格してる。人間やペアを博士。いよいよか。さて、ティーパーティー。渚ね。
なんでこんなに。こうなんだ。スミさんを統制するための存在。うん。そうだね。え、なんだって？なんだって？八三集団。う、銀行を襲う。疑心暗鬼だな。そうなんだよな。そう、他人だからな。え、絶対退学させんの？退学させるわ。陰謀論好きそう。怖い。来て。さあ、いよいよ第10話折り返し点です。それは難しいんじゃないかな、トリーティのあれは。めちゃくちゃフラグ立ってるもんな。え、何？勝手に変えるな。え？なんで急に？それおかしいだろう。朝礼誤解だろう。先生が怪しまれる。ゲヘナ、え、なんでゲヘナなんだ？え、どうして？あ、他の。
そうか、知らなかったのか、ひふみ以外は。ひどいな、ほんと。なんでゲヘなんだろう。なんか巻き込まれそうだな。渚ひどすぎる。そういうことだ。まずさ、2かな。あ、バトルなんだ。行こう。扉は気持ち。両方使えるんだ。3人、あ、そっか、4人って全員が3人なんだ。回復にも使えるから便利だな。汎用性が高い。作って。お、すごい。行きましょう。え、そうなの？
お、正義実現委員会。襲撃？いや、妙じゃないか、これ。え？ちょっと待って。これ、渚がこれ最初からやってんじゃないかな？なんか黒は来た。あ、美食だ。そうそう。うん。温泉か。本当？なんかおかしいぞ。猿靴は咲いてんじゃないか。風か。何が友情だよ。慣れてるよな。そりゃそうだよな。ナイス美食研究会行こう。かわいそう。ほんと大変だな。間に合うのか。お、スクーター、こうなってんのか。かわいそう。やばすぎるだろ。ルパンかな。え、光が運転してるんだ。応援。ダイヤモンドスマイル。あ、風紀委員もう来てるんだ。かわいそうすぎ。なんでだ。かわいそうだ。泣き笑いの大当たりだな。エネ条約編は。受けられるのかな、試験。火事ダイブしたんだ。まあ、これしかないよな。妙すぎるだろ。うん？初な。お、来た、なぎさ。あ、
そうなんや。戻らないといけないのか。試験を終えてさらに。オセブ開発部だ。道でも補正掘るかな。かわいそう。ひどい。吹っ飛ばされた。先生はヘイローがない。お前がそれがお前のやり方か。渚だからといって何でも許されるのか。これは心折れるよな。そうなんだよ。なるほど。小児科ため禁止。かもいない。そうだよ。邪魔をするだろうな、また絶対。あずさどこ行くんだ。
とか気がついた。しよこれ。嘘だろ。そこだけか。か、みんな頑張ってるんだよ。それでこれって。人すぎないか？さらにほし、もし。これ絶対言っちゃダメだぞ、この結果。小春、可能性もあるよな。
こと、あずさが廃墟を、うん、何沙織、トリティの反逆、そうか、渚の兵を破壊するか、スバリタウン、すべては虚しいもの、沙織と内通してたのか、告白、スタッフと そうなの？そうなんだ、会見やね、え？そうなの？え、なんでこいつらなんか争わせようとするんだ、トリティの他の分野と。アンサー登場。告白ってそういうことか。え？リス文庫？うん、そうだよな、渚の兵糧を破壊、だからミカがあずさ言えたのか、関係ないけどな、それとは別に動いてるんだろうな、え、守る方か、
え？渚を煽るため。なるほど。そうだよな。ミカ？うん。どうかな？本当にそれ。ピカが？え、そうかな？それはどうかな？うん。そうだよね。うん、そう。最終日まで。ふと高カムになろうとなる候補なんだ。そうだよな。
そうだよな。なんか腑に落ちないけどな。確かに。確かに。テププ？成功フラグっぽいな。完全にいってないから作戦を。あ、アリウスか。アキさん。タイラーを。フラハナコ。え？先生、うん、なるほど。さあ、いよいよ。お二人が。ようだな。うん。セーフハウスを襲ってんのか。
お。収録は音楽もいいな、音楽もいいな。さあ、そしてバトル。てな一人。ヘロボ自身は動かんのか。痛いな。あと3体。じゃあ7体か。そして最後。強い。さあ、どうしちゃいました。
やー、動かないといけないのか。よし、やりました。もうちょっとレベル上がりますね。そういうことか。何？もうさらに増員が。だ、急に美化されんだ。え、アリウスを操作してたの、ミカが。嘘だ。だから先兵としてアズサを送り込んだのか、ミカが。なんでなんで。え、ゲーだっけ。あ、だからエデン条約を結びたくないんだ。それででも、え、
だからか。それはダメだろう。何？私のじゃないから誤解しないで。両方使えるって便利だな。小春。でもそんなに聞いてないよな。ペロロ様の出番です。ありがとうございます。今行くわ。これは募集したやつだから。来てはいいんだから。相手はミカだ。気をつけよ。あれ？ミカ倒さなくていいんだ。まあ当たり前の結果だ。え？どうかな？え、マジかよ。なんだこれ。今度は。スタッフとか。来た。すごいな、どんどん勢力が入り乱れてる。ただかし、もともと、スタッフとだったもんな。かわいそう、マリー。やったもん。
そして桜子。トリーティーは内戦になっているよな。ゴリラだからな、ミカ。止まるじゃねえぞということで、花子やマリーも加わった。桜子そば加わらないのか。ちょっと癒しだマリー。いいよいいよ、まだだ。バー仕掛けたらダメ。いいのですが、ありがとうございます。ここだ。私のじゃないから誤解しないで。あ、一体しか倒せなかった。まあまあまあいいや、にホストになったら。今止まってるからチャンス。私のじゃないから誤解しないで。全ての方にご加護を。またミカと戦うのか。ありがとうございます。これは募集したやつだから。とにかくザコをやるしかないな。お、ミカやった。まあ当たり前の結果だ。ミカピン終わったな。ミカ、奇数分解できない存在。先生かな。そうやね。え？そうなの？急動きした。そうだね。
あ、行こう。はい、小春。待って、すみや、最後のチャンス。ここで一気に点数が上がった。そう。そして。100点はすごい。さ、危ない危ない、小春が。でも全員合格だ。でもこれで終わらないんだろうな。アリウススクワット問題もまだ解決しないし。あくまでエデン条約編の序章でしかないんだろう。あ、せいやだ。やっぱりついてるやん。ヘロー。そうだね。曲？分かっている。これからが本番なんだ。そして沙織。お、
日和ここにいたのか。美咲もそして敦子、リューススクワット、沙織を、そうだよな、マリタスバイ、重い。そして第三章へ。で、これで二章クリアいたしました。とはいえ、エデン条約の調印と簡単に行きそうにないです。え、ミカ捕まったけどな。でもまだアリウススクワットも、沙織はじめとしたアリウススクワットもいるし、もしかしたら大聖堂あたりも何か思うとこあるかもしれない。トリニティ自体がボロボロだからな。もう完全に分裂してるような状況だから。内戦状態だからな。で、まあ、補修授業部は合格して、退学は回避されたけど、物語はまだまだ始まったばっかり。です。この後ろに見えるのは暑さかな。次ストーリーに関しては3章です。まあその前に。無理だね。お帰りなさい先生。待ってたよ先生。何でも言ってすぐに取り掛かるから。ここの衛生状態は素晴らしいですね。いぶきをちょっと呼ぶ。いぶきを呼ぼう。いぶきのやっぱり傷あげるといいと思う。だってバフかけてくれるからな、いぶき。かわいいな。つくよもん、つまりアリウススクワット
じゃない、百鬼夜行か。180センチはあるんだ。イサキがアリウススクワットだよな。セイナのあれは上げられるスキルを。お、もっと健康になった感じです。これなんだ、これは。あ、回復力が上がるのか。ラハナコ、ありがとうございます先生。まだな、はるか。血圧は21。じゃあやるか。やっぱりね、風花なんだよな。春菜もいいんだけど、春菜もまあ明かりもいいけど、でも風花一択。まあでも 0.7% だからな。ああ、ダメだ。ああ、ダメだ。しかも最低保証。説明や解説が必要なら、私に任せてください。ノーマル風化だった。辛い。アロア、タロイ、3枚欲しいな。試練が怖い時、苦難に負けそうな時、私が一緒に立ち向かってあげましょう。可愛いのいいなぁ、まあ、ようこそ先生、いらっしゃれ。少しお話を聞いていかれませんか。どんどん、装備か。レベル上げとこう。うん、よし、今日も良い一日になる。もう終わったのですか？キーストーンゲット？ということは？おかえりなさい、先生。今日もお会いできて嬉しいです。あ、キーストーンってあれ、製造に使うやつか。いや、そんなことはしない。おかえりなさい、先生。先生、先生、いぶき、背が伸びた気がする。一歩、前進しました。これからも、大変な任務なら私に任せて。例えば？
工業化1だけか。今のままじゃ満足できないんだ。じゃあもうちょっとだ。ありがとうございます先生。悪くないぞ。まだよ。次を、あまり本格的に活躍してるとは言えないしな。地下はちょっとまだ。セナなら車を出してもらわないと。能力が向上しました。で、沙織。この辺かな。あとは、まあ、バニー時か。先生の護衛は私の仕事です。これだけは譲れませんので。ヒナ、より強くなった。シオコも悪くないんだよな。成長してるのがわかる。まあ一応メグも。こういうの大歓迎だよ。嬉しい。ヒュミってどうなんだろう。わからん。ヒュミって強いのかな。泳ぎの練習でしたらいっぱいしてきました。あまりやるとこのクレジットが減っちゃうからな。体調が悪い人たちのためにもっと努力します。で、ツバキ今ならタンクになるからな。ムツキもな。ね、もうちょっと迷うけど、後回しかな。マリーか。こんなに素敵なものを私に。これを私がいただいてしまっても。まあ、あれでもあげとくか。これで皆さんのことをもっとサポートできますね。ゆうかもいいんだよな。いいって聞くけど。こんな表現はあまり好きじゃないけど。あんまり近い入れてないな。測定不能です。まあ、あげとこう。さすがに20は行ってもらわないといかんだろう。あとその風花だな。え、私でいいのですか。風花40になったな。これで あと1圧は。お、言葉が上がる。よしよしよし。これでもっとよく聞こえます。先生の心拍の音まで。とりあえずここまでかな。今日も良い一日になりますように祈っておりますね。はい、ということで、エデン条約編ボル2はここまでということで、次回はこの桃トークですね。たくさん96も溜まってしまったので、少しでも減らしていきたいと思います。こんだけあるからな。カイリとかイオリは ないんだけど、正月10個とかも見たいよな。はい、ということで次回は桃トークをやっていこうと思います。お楽しみに。
よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ブログ、旧ツイッター X やっております。ぜひアクセス、またアカウントフォローお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。